タイラー・アーレン・グラスノーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ニューホール出身のプロ野球選手。MLB のタンパベイレイズ所属。正のグラスノーは、グラスナウと発音され、メディアによってはこれに基づき、グラスナウと表記されることもある。2011年の MLB ドラフト5巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。2012年は、ルーキー級、 ガルフコーストリーグパイレーツ A-Q ステートカレッジスパイクスでプレーした。2013年は a 級、ウェストバージニアパワーでプレーした。最終的にシーズン111回を投げて防御率2.03、164奪三振を記録した2014年は a 級ブレーデントンマローダーズでプレーした。2015年は a 級アルトゥーナカーブに昇格した。 足関節の負傷により一時 A-9、ウェストバージニアブラックベアーズに降格するも回復後、AAQ アルトゥーナに復帰。その後トリプル AQ インディアナポリスインディアンスに昇格。オフの11月20日に40人枠入りした。2016年は開幕をトリプル AQ インディアナポリスで迎え、7月7日にメジャー初昇格を果たした。 同日のセントルイスカージナルスとのデビュー戦で、先発したが5.1回を4失点の投球で敗戦投手となった。同年、メジャーでは7試合に登板、うち4試合が先発登板で防御率4.24、無償2敗、ホイップ1.50という成績に終わり、メジャー初勝利はならなかった。ただ、23.1イニングで24個の三振を奪い、 脱三振率9.3を記録して、才能の片鱗を見せた。なお、マイナーでは、a アルトゥーおよびトリプル a 級インディアナポリスで、計22試合に先発登板し、防御率1.938勝3敗、ホイップ1.17116.2イニングで144脱三振という支配的なピッチングを見せた。2017年1月20日、 背番号を24に変更した。開幕前に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは9位だった。2018年7月31日にクリス・アーチャーとのトレードでオースティン・メドーズ及び後日発表選手と共にタンパベレーレイズへ移籍した。背番号は20。移籍してからはすぐに先発ローテーションに組み込まれたが、一勝しかできなかった。 レーズでは11先発で55回とに3回を投げ、防御率4.2064奪三振だった。2019年は開幕から好調で、4月は5勝0敗、防御率1.75を記録して、ピッチャーオブザマンスに選ばれた。しかし5月10日のニューヨークヤンキース戦で、右前腕部を痛めると、10日間のイル入り、その後60日のイルに移り、 約4ヶ月離脱。9月8日に復帰以降は少ないイニングではあったが好投を見せ、最終成績は12先発で6勝1敗、防御率1.78だった。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンに、最終成績は11先発で5勝1敗、防御率4.08を記録し、 脱三進率14.28と7冒頭はリーグトップだった。2021年4月1日のマーリンズとの開幕戦で自身初となる開幕投手を務めた。長身から投げ下ろす最速101.4マイルパーアワーの速球と縦に大きく割れるカーブの2球種で三振の山を築く本格派。パイレーツで AS だったゲリットコールに匹敵する。 高素材という評価もあるが、現時点では、リリースポイントが不安定で請求に難がある。また、牽制やクイックにも課題が残っている。ありがとうございます。